はい、どうもやってみるマンです。こんばんは。まあ男の子が4人出まして、よしおもねちょっとずつ分かってきたかな。でこのね記者活動、前回比例は出なかったんだけど、これを選んだ時ね、全部のステータスに上印の矢印が出ました。全部の数字が上がるわけじゃないんだけどね。で逆に睡眠はストレスが減る代わりに全部のステータスに下矢印が出ました。で他のはね、上がるステータスと上がらないステータス、下がるステータスがあったりしたかな。なんで割とこれいいかもね。全体的にベースアップができるかもしれません。というわけで今日は何をしようか。日曜日まず見たいのはアクセサリーで、サンバイザーがあったらサンバイザーも買いたい。あ、来たね、アクセサリー見に行こうか。2件しか行けないんでじっくり選びましょう。いらっしゃいませ、ゆっくり見てくださいね。あれ、この声本当に柳原かな子？どうだろう。あ、来ましたね。ここは安いアクセサリーなんで今後いろいろ出てくるかもしんないけど、あ、パープルはないか。3343黒7か。全部買っちゃう？これなら、あ、でもこれも衣装に合わせなきゃいけないのか。結局多分これとかセクシーだよね。9とこれがシックになるのかな。でも全部のステータスを強化できる感じになるからね。いっか、最初はお金ちょっと買っちゃおうかな。メガネが高いな、メガネ高いな。シックは今シックだけであのラインを超えられるから、多分また来ると思うんだよね、アクセサリー屋。よし、OK。でもフリマがあんだよな。フリマでアクセサリーとか出るなら、スタンプカードが、これどうやって使うんだろうね。どうもありがとうございます。30まで貯めたいな、とりあえず。よし。さあ、そして2軒目どこに行こう。一応ね、ここで自宅に帰った時に自宅でコマンドができるかもちょっと知っときたい気持ちあるんだよね。一件で切り上げて、でも多分スキップされちゃうと思うな。サンバイザー売ってるとこないかな。今まで出たことないよね、サンバイザーって。いや、ここ帽子のマークあるんだけど、ジェスってなんだっけ。あ、ジェスってでも浴衣売ってるよね、確かね。浴衣の値段見とこうかな。サンバイザーも来い。いらっしゃいませ。あ、帽子はないか。あ、浴衣あるね。60リッチ。これはいつまでに買えばいいんだろう。7月の後半かな。あとね、アルバイトはね、6月の頭に24リッチ急に増えました。月頭に支給なのかな。24リッチだと62ギリ買えるね。これがちょっと買えない。買えなかったらなんか売ればいいけど。黒かグリーンね。レスはどっちだっけ、何系だっけ、忘れちゃったな。もう一回後で読もう、買う前に。そしてってことはもう何も買えなくなっちゃったね。タンクトップが今月のキーアイテムなんだけど、ないな。サンバイザーもないし、これだとちょっと光る、違うな、ミキルさんの評価は上がらないかも。一応紫は着てるんだけどね。はあ、完璧と言ってもいい。え、マジで？え、俺の話？装いが新たになりました。梅雨ファッション、夏服なのかな、これ。なんだろう、ファッションのことかな。本当、しっかり流行を抑えている。コラムを見てくれてるのかな。いや、マジ、ガン読みしてる、カンコピしてます。もしかしてこれのことかな。
私たち姉妹のコラムにも書いてあるよ。紫しかつけてないからね。これからも1個でもつければいいってことだね。おしゃれのレベルを上げていってね。レベル上がる？上がるとどうなるのかが知りたいんだよね。マリーが次のファッションレベルに上がるためにはいけもう少しかな。マジか。アクセサリー装備してから来てほしかった。意識してね。TPO を意識するってどういうこと？もう少しおしゃれを意識しようかな。あー、まだまだ最低ランクなのかな。さあ、一応つけますか、アクセサリー。今はシック寄りだけど、あ、デンジャー出ちゃった。キュートね。あれ、これ何も上がんない。あ、ん？あ、これもキュートなんだ。これセクシーでしょ。あ、セクシーは上がる。デンジャーの基準なんだ？全体的に低いのかな。これはフェザーモチーフ、ナチュラル、デンジャーになった。ナチュラル超えたけど、いろんな要素がありすぎるのか。セクシーとチックとみたいな。ってことはこれもナチュラル、セクシーしかダメだ。一応セクシーに合わせとこう。じゃあこれでもう一回着てくんないかな。振袖浴衣、水着か。夏は水着も買いたいんだな。そういえば水着と浴衣どっちを選べばいいんだろう。6月でこのあったかさはまずいかな。まあいいか。よし、とりあえず OK で、これも一回行ってみようかな。光と遊ぶ。光はね、まだね、電話したことないから、休日に一回電話で遊んでみたいんだよな。そろそろ学期末試験のことも考える。もう一回記者活動してみようかな。依頼が来てほしいな。これで数字がどれぐらい上がるか見たいけど、ちょっと数字覚えられないな。792225。あ、ブー出ちゃった。あ、ブー出てもでも上がるね。はいはいはい、792225。トータル3しか上がってないか。芸術気配り、運動が上がった。あんまり良くないね。運動が上がってもしょうがないからな。で、日曜日だからもう一回全部のお店チェックしたいけど、まあフリマも近いしね。あ、ヒカル忙しいじゃん。決まった。男の子に全然電話してない。休日に行くと上がったりするかな。あ、この前休日にやってダメだったんだっけ。小次郎先生また上がっちゃうな、これ。キルと遊ぶ。いやー、超悩む超悩む。どうしていいか全然わかんない。日曜日に勉強したらどうなるか。今週の運勢は？あ、そうだ、運勢のこと俺全然忘れてた。しまった、めちゃくちゃ勉強いい時じゃなかったっけ今。やっちった。あ、勉強めちゃくちゃいい時終わっちゃったね。今日は健康がいいのか。今週は健康か、運動なのかな。とりあえずじゃあ勉強して、うんうん、で月曜から健康、健康か、運動一回やってみるか。おりゃよし。さあ、学力下がる。あ、来た、あだ名か。ナナ君は怒られちゃうから、これかな。くんだな。3はつまんないもんね。
七つ森くん。よし。さあ、この人はお茶に付き合ってくれるのか。いや、最初は一緒に帰ろうぐらいにしとこうかな。何か。怖い。いいけど。よしよしよし。もうすぐ期末テストか。あれ、七つ森くん、もしかして余裕？余裕ね。そういう言い方もできる。頭もいいのか、すごいな。なんかいい大学行ってるジャニーズみたいな感じだ。それって焦ってもいない。焦ったところでテストの点数が取れることはないんだし。いやでもバカだと嬉しいな、この人は。勉強する気は？俺の学力ごときでは。あ、バカなんだ。世の中の何の役にも立たないことは分かってるし。これはね、高校生が言うセリフではないな。いくらでも挽回できるでしょ。ということで、俺の中で特別に刻まれるイベントスケジュールではない。まあ、このキャラがこんな親密になっていくとどう変わっていくかを見たいキャラではあるよね。ツンツンってわけでもないんだけどね。クールなのかな。まあ、優しさがぐんと上がるタイプなのかどうか。あんまりキザなのは好きじゃないんだよね。さて、日曜日、今週の運勢は。いやでも1ヶ月経つけど何も進まないな。あんまり良くないか。でも学力テストがあるから勉強は忘れず、50を超えるってのがなんか基準であったりするかな。とりあえず休日なんで、あ、危ね、フリマだった。再月末の日曜日は確かフリマだったはず。んと？違うし。騙された。まだここなら帰れるんだよね。あれ？んと？ハバチャ増刊号じゃなくて、これハバチャ増刊号だっけ？あれ、どこで見んだっけな。インフォか。ニュースだ。はい。月末の日曜日って5月のことか。今期も開催だから季節ごとっぽいな。決まったね。ってことは買い物は行かなくていいから、ヒカルと遊ぼうかな。ヒカルに電話するか。これやってないんだよね、確かね。よし、地固め頑張るぞ。1年目からね、男男言っててもしょうがないからね。おはよう。ちょっと相談があるんだけどいい？何何？恋愛のことならヒカルに聞いてもいいって言ってたよね。ビアンシュール。マリー。何語？フランス語？何でも聞いて。ビアンシュール。ビアンシュールってどういう意味だろう。全然想像もできないな。トレビアンのビアンかな。ビアンシュール。もちろん。ベリーもちろんかな。マリ、恋しちゃったの？何でも聞いて。いやマジ、俺は誰に恋してんだろうな。知り合いの評価を聞く。私に対する周りの人の評価を聞きたいんだけど。マリの評価だね。あ、俺こういうの全然したくない。エゴサとか全然したくない。ときめきパネル、キャラクターをタッチすると相手にどう思われているかを知ることができます。ハートの部分が好感度です。内側のハートが大きいほどあなたを好ましく思ってます。次の笑顔と一緒に対応してるよと。左のバーが親密度、男の子との心の距離を表している。スキンシップが成功するとたまります。あ、そう、スキンシップね、右上にさりげなく出るんだけどね、今まで俺もう何回か見逃してんだよね。
なるほど。キンシップで親密度を貯めなきゃいけないんだ。はい、これが基準だとして普通だね。お、もう追いついてる。いいね。お、ヒカルの方が気に入られてる。あ、一緒に遊んだね、そういえば。ちょっと色づき始めてる、ユリの目が。お、なんで？バイト一緒なだけなんだけど。嘘だろ？嘘だろ？もう全然からかわれてる、私。全然他の生徒と一緒だった評価。悲しすぎる。結構難しいのかな、先生の攻略って。へぇ。キンシップもダメだね。一回失敗したもんね、先生はね。他にも何か聞き。まだあるよ。知り合いの情報を聞く？周りの人のことを詳しく知りたい。うんうん。誰のことを知りたいの？あれかな？好きなものとか聞けんのかな？デートをするなら二人きりになれるところを密着。ああ、やらしい。ショッピングも二重丸。虫が苦手、ショッピングはいいよ。写真映えするようなおしゃれな場所が好みみたい。あれ？どういうこと？いるんですけど。あー、いるけど攻略対象ってことじゃないのかな。わかんないな。185だってでっか。うわ、もっとでっか。課外授業、いろんなところに連れてってくれるみたい。これ定期的に発生するのかな。まだあんまり調べられてないんだけど、活発な彼ならアクティブなところが好き。なるほど。影先生はアクティブじゃなくて課外授業みたいなのが好きなんだ。オッケーオッケー。お姉ちゃんかわいいなあ。血液型とか気にしなくていいのかな。他にも何か。さあ、本題です。私が知りたいのはあなたのことだ。今暇だったら遊びに行かない？あれ？相談はいいの？まあ、うん、行った。遊びに行こう。よっしゃー。よかった、じゃあ今から行くね。うん、また。よし。さあ、夏服を見せてくださいなと。おー、なるほど。すげえ色だな。高校生が着る色じゃねえぞ。ゲーセンだ。新作ぬいぐるみゲット。ヒカル、クレーンゲーム上手。2つも取っちゃうなんて。ヒカルもびっくりだよ。超ラッキー。はい、1つあげる。あ、やった。家宝にします。うわ、お揃いだ。お姉ちゃんにあげなくていいの？やっと。キラキラ光るストラップを手に入れた。これは関係ないっぽいな。この前のあの先取り情報もこういう表記で出たけど、どこにもやっぱないんだよな。なんだか気配り上手になれたような気がする。オッケー。お、気配りが何気に上がってきた。最初30とかじゃなかったっけ。なんでこんなに伸びたんだろう。よし、じゃあ一回セーブをしようかな。さてさて、今週はね、勉強が普通で変更が丸なんだけど、ただね、学力テストの前に一応50に乗せてみたいなと思います。やっとこうかな。今月俺クラブ行ったっけ。1回ぐらい行った気がするけど。よし、さあ、お金貯まりました。65リッチ。一応浴衣は買えるけど。さあ、あれ、7月になったのに何も情報増えてない。とりあえず道ひかルームで花火大会に行きたいな。かわいい浴衣着てうちわを持ってね。ひかる、あ、うちわ買ってね。
女子は浴衣のコーディネートもいろいろできるもんね。海水浴には水着もね、それ以外のデートでも夏らしいおしゃれなコーディネートアイテムが盛りだくさん。あれ変わってないね。タンクトップまだ買ってないな。若ざりが流行。さあ恋の季節の始まりだ。本番か。花火に遊園地デートの予定。わあお金絶対足んないねこれ。バイト掛け持ちすっか。ていうか五郎さんちょっとバイト代出してくんねえかな。というわけで浴衣買っちゃおうかな。浴衣買っても誘う人いねえんだけどな。買っちゃうか。忘れちゃったな。メルルはセクシー系の浴衣がいけるんだよね。セクシー系ってあの白羽くん行ってもいいな。確か白羽くんもセクシー好きだよね。その前に危ね、着替える、若ざりをつける。でも下がっちゃうね、いろいろ。脱ごう、夏だから。で、若ざり、あ、ないけど。若ざりありません。今セクシーか。いいか、これで。なんか持ってる俺。あ、これは？これピンクだからダメだ。紫も1個しかないし、どうしようもねえな。金が足りねえ。でも浴衣買っちゃおう。ここに確か売ってんだよね、うちわが。うちわの値段見る。ここも浴衣売ってるっけ。ジェス、あ、ジェスさっき見たとこか。あれ？ここじゃない？うちわ売ってんの。こっちだっけ？シモンかな。とりあえずじゃあメルル行って。いらっしゃいませ。浴衣。パープル。パープルあるけど、パープル、トップスは持ってんだよね。ああ、なるほど。あ、これなら全身で着れるね。水着、あ、水着丈。結構丈。はいはいはい。あ、ちょっと安いね。これにしよっかな。セクシー系の浴衣で、これポイントカードどうやって使うの？あ、これ使っていい？もったいない、もしかして。39リッチ42リッチ。んー、でも俺セクシー系が好きな人あんま行きたくないな、そういえば。まあいいか。ピンク買います。はい。これでスタンプカードはリセットになっちゃうのかな。その 1個なんで残った。あ、20使ったからってことか。まあいいでしょ、高いもん買ったし。おお、もう溜まってきた。ありがとうございました。あ、でもあれだね、溜まりきる前に多分使わなきゃダメだね。さあ、そしてうちわが売ってそうな店に行くんだけど、ここだっけな。でもこことかの新商品とかも見たいんだけどな。今行こう。いらっしゃいませ。さあさあ、服は増えてない。3リッチ買います。メガネ高えな。
和飾り。これダメ。和飾りはこれ入んないかな。手ぬぐい。手ぬぐいは和飾りでしょ。5リッチ、7リッチか。オレンジ。セクシー系に麦わら帽子はやばいね、でもね。あ、これでセクシー上がんじゃん。いや、もうわかんない。なんかお金使う予定あったっけ。水着買えるんだ、そういえば。8月になってからでも間に合うかな。これも買おう。よし。やべえ、全然計画性がねえ、この女子高生。小次郎さんとパパ活するか。さて、誰です。さてと、今日はそろそろ帰ろうかな。誰だった？白羽くん。お前かい。日曜だよ。お買い物ですか？俺だっておしゃれなお店にこれで乗り込んで行ったりしねえよ。森林公園にあるグリーンファームで土いじりだ。へえ、日曜もそんなやってんだ。本当に好きなんだね。学校以外でも植物を育ててるんですね。毎日は面倒見てやれないから、手のかからない子たちをな。優しいね、なんかこう植物の話してるときはすごく優しい。影先生にはたくさんお子さんがいるんですね。ああ、グリーンファーム園芸部、自宅にもたくさんな。教室にもいたな。私たちのことですか？セリフ完全に当ててしまいましたけど。ああ、どこの畑も別品さんが揃ってる。結構こういう歯の浮くようなセリフ言うね。じゃな。慣れてる感なんだよな。童貞がいいんだけどな、俺は。よし、下から。お、どうかな。さて、とりあえず着替えをして。これでもいつチェックしてもらえばいいんだろう。来るのはランダムなのかな。そう、さあ、これをこれでセクシーが上がらないだと。あ、そっか、今セクシーつけてた俺。しまったー。そっかー、シックはこれ上がんのかな。これナチュラル、ナチュラル。シックのアイテムはメガネだけか。あ、でもデンジャーつかないね。あんまりいろいろ組み合わせてないからかな。スカートがシックなんだよね、確かね。あれ、これ何、これナチュラルだっけ。あー、ダサ。何この組み合わせ、色の組み合わせやばいんだけど。そっか、まあ、紫入れてセクシーゾーンに入ったってことで OK にしようかな。これ若ざり扱いになんないかな。いや、買ったの意味ね。まあ、次ね、テスト、なんかイベント長くなるかもしれないんで、今日はこの辺りにしておきます。どうもありがとうございました。また。